皆さんこんにちは、佐藤大輔です。佐藤のラジオ第369回、よろしくお願いします。はい、今回は ACL 関連の、ニュースといいますかについて2つ話していきたいと思います。まず1つ目ですけれども、 ACL の放映権について DAZN が獲得したということが本日発表されました。これは非常に喜ばしいニュースです。皆さんも同様の気持ちを抱かれた方多いのではないでしょうか。もう半ばと言いますか、ほぼ諦めていた今シーズン ACL のライブ配信ですが、ACL のDAZN での配信が決まったということで、もう最高のニュースというところですね。で、ACL 昨年までは放映権、日本テレビが有していたんですが、撤退というか契約延長しなかったみたいな感じなんですからね。ただ要はそれ以降、発表はなく、電通が一括で取得したみたいな、なんて言うんでしょう、報道みたいなのはあったんですけど、電通は放映会社ではないので、そこから先どこかが具体的に買い取ってっていう話になるかならないかというところだったと思うんですけれども、DAZN さんが買ってくれたということなんだと思います。で、日テレは、ACL、放送してくれていたというところはあるんですけれども、実体としてはその日テレジータスですかね、有料チャンネルでの放送というところで、なかなか見づらいと、契約すれば見られるんですけれども、ちょっとハードル高かったのかなというところもあったり、正直日テレとしても ACL の扱い困っていたように思います。で、DAZN にね、移ったということも言えると思うので、これでね、より ACL 見やすくなった J リーグのファン多いんじゃないでしょうかね。やっぱりさらにお金払ってっていうことですと、出場4チームのファン以外の方はなかなかハードル高かったと思うんですけれども、DAZN だとね、やっぱり J リーグファン、そもそも加入してる方多いと思うので、J リーグ、自チームの試合がない時にちょっと見るっていうような方は、いるんじゃないのかな。ACL に関しては J リーグのチームを応援してくれるという方もいるように思えるのでね、これで、より、J リーグファン、DAZN 契約者に限ってですけれども、広くね、ACL が見られる方が多くなったんじゃないのかなというふうに思います。で、日テレから DAZN に移るということで、日テレのことを何か言うというのはね、これまでACL 放送してきてくれていたので、そういう意図ではないんですけれども、DAZN が中継するとなれば、普段からね、しっかりと J リーグを実況解説している方たちの実況解説で試合を見られるということなので、妙な煽りなどもなく、ストレスもなく、ACL を観戦できるんじゃないのかなと。やっぱり、専門チャンネルですからね、DAZN とかは。結構しっかり踏み込んだ情報とかも流してくれる。やっぱり地上波とかだといろんな方が見るっていうところで、どこに合わせるのかっていうところで、非常に実況解説の方も分かっていてもあえて言わない、戦術的なことあんまり話してもしょうがないのかなとかいうところも多分あると思うので、結構しっかりチームを追ってる人たちからすると、DAZN でね、しっかり踏み込んだ選手の紹介とか、いうところをしてくれる方が見やすいと思うので。で、しかも DAZN、8年間ですね、今年から放映権を取得したというようなことなので、こっから先8年間はもう、DAZN で ACL が見られるということなのでね、安心してグランパスもね、ACL 出場権取ってほしいなというふうに思いますし、ここから先ね、ACL という大会がもっともっと大きな大会になっていってほしいなというふうには思います。で、今日はもう一つ、グランパスの関連の話なんですけれども、ACL に参加するグランパスなんですけれども、本日6月18日、ACL グループリーグの行われるタイへ出発したということが、公式のツイッターなりで発表をされていました。で、今回のタイの遠征へは、トップチームのメンバーに加えて、グランパス U18 から吉田春樹選手、豊田後期選手も同行するというところで、ちょっとね、グランパス、怪我人もいるということもありますし、まあ、日程がね、タイト、6試合を中2日で行っていくというところで、まあ、当然戦力としてのっていうところもあるでしょうし、まあ、練習のメンバー、バックアップメンバーというところもあって、まあ、U18 から2選手を選出したと。これ、この吉田選手、豊田選手にとっては本当にいい経験になると思いますしね、こういったチャンスでやっぱりトップチームにつながる、道が開けてくるというところはあると思うのでね、この両選手にも期待したいかなというふうに思っています。で、まあ、6月22日初戦というところで、まあ、いよいよ ACL がスタートすると。で、グランパス、東地区ですね、東地区のグループリーグ、20チームから、上位8チームが決勝トーナメントに進出と。で、まあ、20チームを5つのグループ、まあ、4チームのグループに分けて、リーグ戦総当たり2回総当たりの、グループステージを戦うというところで、まあ、20分の8なので、グループ2位になっても、結果次第では予選敗退という可能性があると、非常に変則的かつ厳しいレギュレーション。まあ、普通はこういった大会 4チーム中2位になれば上に上がれると、まあ、ワールドカップなんかでもそうですしということが多いんですけれども、2位の中で成績の上位3チームが上がるというところなので、基本的にはグループリーグで1位を目指さなければならないというところで、そうなってくるとなかなか消化試合っていうものがなかなかないんじゃないのかなと。2位通過、2位以内であれば、もう例えば最終戦を残して2位以上決定みたいなことは十分考えられると思うんですけれども、なかなか1位となると最終節までもつれる可能性が多いと思うので、そういった意味でも非常にタフな戦い、消化試合というものがないというところで、各試合確実にというか、しっかりと勝ち点3を取りに行かなければいけない、6試合すべて全力で戦わなければいけないというシチュエーションになるんじゃないのかなということを思うと、やっぱり非常に厳しいというところですね。まあ、だからこそ先ほど紹介したグランパス U18 の選手も含めて、遠征に参加したすべての、まあ、選手、スタッフ、総動員で乗り切らなければいけないというところなんだと思います。で、まあ、グランパスにとっては久々の ACL で、まあ、DAZN が放送してくれるというところでね、やっぱり J リーグファンの注目もより高まるというところで、やっぱりアジアでね、グランパスの戦いしっかりと見せてほしいなと。で、なんとかね、厳しいレギュレーションではあるんですけれども、決勝トーナメント進出に向けて頑張ってもらいたいなというふうに思います。はい、今回はね、DAZN ACL 放映権獲得放送決定ということと、まあ、グランパスがいよいよタイへ出発したという ACL に関連する2つの話題について話してきました。で、ACL、やっぱりDAZNで見れるっていうのは本当に重ね重ね、嬉しい、ありがたい。まあ、このタイミングでね、グランパスが ACL に出場して、出場権を取ってくれていて、本当に良かったなというふうに思います。なのでね、もうグランパス、あとは結果を出すだけだと思いますので、グランパスがね、国際舞台でも活躍する姿っていうものに期待したいなというふうに思います。はい、そんなところで佐藤のラジオ第369回、今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。